あんまり、なんだろうね、多くは語らないですけど、まあ、ココちゃんが辞めるっていうことをね、ね、ココちゃんが言ってたように、ね、ホロライブのメンバーが触れてないのに、私のことを聞くのをやめてねって言ってたのをみんなね、ちゃんと約束守ってくれて、リスナーさんからはね、一切そういう話が出なかったのはすごい本当に、ありがとうっていう気持ちと、ココちゃんの、その、お願いを聞いといてくれてありがとうっていう気持ちと、でもみんなきっとさ、なんかやっぱやり場のない気持ちになっちゃってると思うんだよね。なんか、ねえ、タツノコさんだって、もう、すごい大きな存在というか、もう一人の大事な仲間だから、やっぱり、声だって辛いよ。なんか、普通にゲームして配信して、平気そうに見えるかもしれないけど、やっぱ辛いよ。でも、このメンバーは、ココちゃんの卒業をもう前から知ってたから、だからなんだろう、なんだろうね、いや今でも嫌だけど悲しいけども、だからなんかね、徐々にね、受け入れていこうっていう段階で、そう。でもみんなはね、昨日聞いたばっかりでね、すぐ悲しい気持ちがなくなるわけでもないし、きっとね、続いちゃうかもしれないけど、それはね、無理してね、元気でいようとか多分しなくてもいいと思ってて、だからうん、悲しい時は悲しいよ。それはだから、なんか、我慢したりとかしなくてもいいと思う。うん、みんな悲しいさ。でも、みんな、ココちゃんのことが大好きだし、リスナーさんも、ココちゃんのことが大好き。それ、その事実は変わらないから。ホロライブの他のメンバーも、ココちゃんのこと大好き。それは変わらないから。これ、この先もずっと。だから、そこはね、安心してほしい。ココちゃんが大好きです。偉大な人だから。ね。ドラゴンだからね、きっと忙しいよ。あちらこちら飛ばなきゃいけないから。ね。空に羽ばたいてもらってね。うん。いいな、空飛べるって。あれ、かなたちゃんも空飛べるけどね。天使ちゃんだからね。たまにこう二人で飛ぶのかな。フォーエバー。そうだよ。Love is forever だから。Yeah.